ミュッテルソルツは、フランス、アルザス地域圏、バイコールラン圏のコミューン。ミュッテルソルツは、セレスタから7キロメートル離れている。ディーボルサイムからの道路沿いにある。以前上のあった、アーンビールと、貴族のラトサムオサン家発祥の地である、ニーデルイコールラトの2集落を含む。ミュッテルソルツは、アルザス中央部のリード地方の最も重要な地の一つである。ミュッテルソルツは、 森の女神に捧げられた森の上に作られた。学産卵を合理で見つかった遺跡は、レンガでできた基礎の上にあり、丸みを帯びた形状で、寺院や記念物を彷彿とさせる。アウグストゥステイはこの地の神に敬意を表していた、可能性がある。なぜなら森の一部には、ドイツ語で、皇帝の庭を意味する、カイサースガートンという建物の遺構があったからである。12世紀。 エベルミュンステール修道院は教会と農地を中心とする領地の所有者だった。12世紀に村はリヒテンベルク家のものとなり、1367年からフランス革命まで貴族のラトサム・オサン家はアーン・ビールを報道とした。12世紀よりあったサントゥルバン教会はラトサム・オサン家が宗教改革でプロテスタントに改修すると、1575年から プロテスタント教会となった。30年戦争は町に不幸をもたらし、町は血を流し、住民のほとんどが殺された。1678年の内命編の和訳で、町はフランス領となり、平和が訪れた。飢饉や戦争で人口が激減した町へ、外国人による再入植が行われた。19世紀以来、サントマリーオーミーヌのメーカーによって、 町の宝石産業が発達した。この時代、製油所や技の製造工場、製粉所があった。1898年には、水力発電所が移ってきた。この町で商売は重要で、カトリック、プロテスタント、ユダヤ教徒の3つのコミュニティが存在していた。ミュッテルソルズは、青や赤のタイル模様が、特徴のアルザス独特の理念織物、 ケルシュ最後の砦として知られている参照元 INSEE ありがとうございます。